スノーマン向井工事リベンジに燃えるセクシーゾーン中島健人が真剣にゲームに挑む芸能人が本気で考えたドッキリ GP 芸能人が本気で考えたドッキリ GP 長野名キスキキケンティ変身 SP 夜7時から9時フジテレビ系が1月6日土曜日に放送される同番組は MC を東野工事と小池栄子が務めドッキリクリエイターのめぐみとしあき菊池風磨 セクシーゾーン、向井浩二、スノーマンをはじめとする芸能人らが考案したドッキリをさまざまな人に仕掛けていくバラエティ番組。今回の SP では、記憶忍者対マッサマン、セクシーゾーン中島健と率いる新ドラマチームが挑戦する、ボムマジ爆発や、秒でドッキリシリーズなど、新作ドッキリが放送される。マッサマン vs 小学生 vs 因縁ゲストの3つどもえ専務開封するニューヒーローマッサマンが、 自らの絶望的な記憶力の向上を図るべく、さまざまな相手と記憶力ゲームで対決するチャレンジ企画、記憶忍者対マッサマンでは、新年一発目となる今回、絶好調のマッサマンが2連覇を目指し、絶対に倒さなければならない因縁の相手と対決。負けたら即逆バンジーは、逆バンジージャンプ台に立ち、あるお題に沿った答えを1人ずつ順番に回答。その際、 対戦相手が言った答えも全て暗記して言わなければならず答えられなかったものは強制的に逆バンジー台から飛ばされる羽目に今回は SP ゲストと創制作費600万円のクレーン4台を使っての3つどもえ戦を展開